もしもあの時代にツイッターがあったなら。ストーリー、東畑幸多、出演毬谷友子。今どうしてる？関ヶ原なう徳川家康。今七人同時に話しかけられてるなう聖徳太子。やばい、今すごいこと思いついたかも、すごいこと思いついたかも。エジソン、例のプロジェクト今夜予定通り決行します。絶対に遅刻しないでください。大石蔵之介、場所書き忘れました。キラ邸です。地図はこちらです。大石蔵之介。船酔いナウコロンブス。また3時間で目が覚めてしまった。ナポレオン。諸葛孔明さんの家に挨拶に行くが会ってもらえず涙。劉備玄徳。やっべ、またすごいこと思いついちゃったかも。エジソン。あ、そうでもなかった。エジソン。また女性に間違えられたナウ小野妹子。クレオパトラというとんでもない美人に会った。おかげで最近毎日が楽しい。ウキウキ。ジュリアス・シーザー。二足歩行ナウネアンデルタール人。土をこねて作った土器に縄で模様をつけるとありふれた土器がおしゃれに見えます。おすすめです。皆さんもぜひ。縄文人。ものすごいお腹が減っていて空腹でめまいがするので海に落ちていた黒くてトゲトゲの気持ち悪いものを食べてみた。めちゃくちゃうまかった。皆さんも騙されたと思って食べてみてください。外見と違ってほんとうまいから。貝塚に住む弥生人。天竺への行き方知ってる方いたら教えてください。三蔵法師。ベロが乾いたなう。アインシュタイン。ごめんなさい、ごめんなさい師匠、ごめんなさい。ユダ。3回目の訪問でやっと諸葛孔明さんが会ってくれました。思った通りのクレバーな人でした。劉備玄徳。信頼していた部下にいきなり後ろから刺された。痛い。ジュリアス・シーザー。超美しいお墓完成しました。巨大です。入るの楽しみ。クフ王。いい曲かけたかも。ベートーベン。パンがなければケーキを食べればいいじゃない発言は不用意な発言でした。反省します。マリー・アントワネット。もうすぐ演説始めます。緊張します。リンカーン。やっぱりお寺は落ち着く。本能寺ナウ織田信長。画家の才能がないと言われた。ムカついたので政治家を目指す。アドルフ・ヒットラー。そんなにすぐ絵はうまくならないですよ、ヒットラー君。レオナルド・ダ・ヴィンチ。遅咲きの画家もたくさんいるぞ、ゴッホ。空を飛べた。夢は叶うぞ、ライト兄弟の兄。夢半ばでわしは散る。無念。君はまだ若い、頑張れ、織田信長。もう一度画家目指してみます。皆さんありがとう。アドルフ・ヒットラー。